はい、こんばんは。今日は2016年度の第3回、2016年10月ですね、第3回前頭起立模試の数学、まあ数三ですね、高3が受ける数三の問題です。この四角2番、関数 fx イコールルート1引く x4 乗で、x が0以上4以下、あ、1以下があり、y イコール fx のグラフと x 軸および y 軸で囲まれる領域を d とすると。で、1番、D を X 軸の周りに1回転してできる体積と、2番、 D を Y 軸の周りに1回転してできる、あ、じゃあいきます。これ基本的な問題ですね。できます。まず Y イコール FX でこうですね。で、 X は 0から1と。じゃあ今から1番、 VX、 これ1番で書いてない、1番 VX だから、グラフ的にこんな感じですね。グラフ的にね。X が0の時は Y が1で、X が1の時は0と。あとはまた適当でいいんですけど、こんな感じね。はい。できます。で、VX は、じゃあインテグラル、当然0から1ですね。X が0から1だから、0から1で、半径かけ半径かけ π と一緒だから、半径が Y として、πy2 乗か。πy2 乗。インテグラル0から1の πy2 乗と。じゃあ、π を外側に出して、y は、これだから、これの4乗ってことは、1引く、1引く x の、あ、違う、これの2乗、4じゃない、2乗ってことだから、ルート外せばいいと。1引く x4 乗の dx。そしたら、積分してください。1は x、x4 乗は5分の 1x5 乗ね、これ5ね。で、0から1と。ってことで、回答は5分の 4π。5分の 4π。これが、カッコ1の回答です。カッコ1の回答。じゃあ次は、2番は、ここを x2 乗に変えればいいんですね。ただし、カッコ2番。今、y がこうなってます。2乗を2乗しましょうか。ただ、y の2乗イコール1引く x4 乗。これを x2 乗イコールにしたいので、じゃあ x4 乗イコール1引く y2 乗ですね。で、x2 乗イコールにすると、ルートをつければいい。1引く、x2 乗。x はプラスなので、もっと言うと x2 乗はプラスだから、こうなりますよね。y は0から1ね。y は0から1と。はい。じゃあいきます。今から求めるのは vy ね。vy イコールインテグラル0から1の πx2 乗 dy と。で、x2 乗っていうのはこれね。じゃあ、イコール π、インテグラル0から1のルート1引く y2 乗 dy。ここでですよ。ここで、この形を使いましょうか。ね、ちょっとこれ、べしなんですけども。ルートの a2 乗引く x2 乗、もしくは、ルート a2 乗引く x2 乗分の1の定積分の求め方は、x を、a、だから今回で言うと1ですね。a サインシータといて、で、この形を使う形にすると。じゃあいきます。ここで y イコール、この y ね。y イコール1っていうのはこれ1だからですね。1サインシータと置くと。つまり y イコールサインシータと置くと、じゃあ微分したら dy イコールコサインシータ d シータですね。はい。ということは、y が、0から1。y が0から1の時は、y が0の時はサイン0ですね。シータ0ね。で、1の時はシータが2分の π ですね。じゃあ0から2分の π に書き換わったと。シータだったらね。ということは、この vy を書き換えて、vy イコール π インテグラル0から2分の π のルート1引くサイン2乗シータで、dy が、この dy がこれだから、コサインシータ d シータと。に書き換えてください。そしたら、ここのとこってコサイン2乗ですね。で、コサイン2乗だからルート取れるから、コサインシータになると、これがね。で、これもコサインシータだから、結局コサイン2乗シータになると。π、インテグラル0から2分の π のコサイン2乗シータ、d シータと。で、コサイン2乗シータは半角公式で、2分の1たすコサイン2シータに持ってこれますね。2分の1たすコサイン2シータに。じゃあ、これを積分したら、ちょっとめんどくさいですよ。2を外に出しておいて、1はシータに変えると。で、コサイン2シータは、2はもうすでにこっちになってるから、だから、コサインはサインにするんだけど、ここ2シータだから2分の1をつけとかないといけないと。逆に言うと、これ微分したらこうですよね。いいかな。じゃあ、あと代入してください。0から2分の π。答え4分の π2 乗。4分の π2 乗。
となります。よろしいでしょうか。はい、以上です。